すごく斜面がねじれていて、A ラインで滑ると停止ゾーンのところよりもはるかに右の方へスキーが流れてしまうというところから滑り始めて、まっすぐ停止ゾーンに向かって滑るように心がけました。条件にすごく恵まれていたんじゃないかなと思うんですね。朝一で、ドラパージもかけた後、すごくコース状況も良かった中で、すごく気分よく滑れたので、自分の私のスキーっていう中の例えばパラレルターンができて非常に良かった種目の一つであります。